三重県鳥羽市で行われたこの合同訓練は、厳しい気象条件でも現場にいち早く駆けつけられる体力を養おうと毎年行われているものです。今日は鳥羽海上保安部と三重県内などの消防の水難救助隊に所属する潜水士20人が参加。船にぶら下がって進んだり、15キロの重りを腹の上に抱えて泳いだりし、参加者らは時折苦しそうな表情を見せながらも声を掛け合って訓練に取り組んでいました。近年ですと台風が大きくなったりですとか大雨ですとか、そのあたりの自然災害もかなり甚大化していますので、海上保安庁と消防機関それぞれが力を合わせて、この訓練は明日まで行われます。